この動画をご覧の皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは。チャンネル風来坊沼です。先日ですね、僕とある買い物をしました。それがこちらです。ですね、まずこちら、一つずつ案内します。ですね、 N ゲージなんですが、こちら加藤製の103系エメラルドグリーンの基本セット、こちらですね、こちら4両セット、こちらモーターついた4両セットになってます。そしてそれ付属の、3両セット、そしてさらにまたこれ3両セット。これで10両編成ができます。実はこちらパッケージなんですが、ちょっとすいませんね、失礼しますね。はい、こちら。このようにですね、こういう風な、ちょっとね、映像映るな、よくけ。こういう風な感じになるんです。で、これをですね、これで10両編成とします。そしてですね、さらにプラスしまして、はい、こちらの3両なんですが、これなんでさらにまた3両いるんだってことになってしまうかもしれないんですが、実はですね、中古のジャンクなんですが、はい、こちら。こちらですね、こちら中古のジャンクなんですが、先頭車僕持ってます。これ3年ぐらい前ですね。常磐線の103のバリエーションアップとかいうことでこれだけ買ってたんですよ。でこれをつけまして、実際にあった15両編成っていうのをしたいと思います。まあこれですね、施ししていきたいと思いますので、まあ、次の動画でですね、まあ、施したその後っていうのをアップしたいと思います。お楽しみに。前回の動画から結構時間経ってますね。じゃあ結局どういう風にしたのかっていうのを、話したいと思います。まずこちらですね、まず重量の方ですが、はい、こちら、こちら箱の方をですね、切ってこういう感じにしました。あ、ちなみにこれ空箱ですが、買いましたね。空箱なんで、まあ、パッケージが、まあ、こちら、こういうふうに、あ、ちょっといけない。まあ、これなんですよね。だってこういう、これ箱だけですので、はい、こちら。そしてですね、はい。今、片手でカメラ持ってますので、ご了承ください。こちらもですね、箱の貼っつけて、まあ、説明という感じですね、貼ってます。で、あとこちらですね、こちらまず全車両分かりますでしょうかね。はい、まずこちら車両のすべてですね、これガンダムマーカーでドア墨入れしてます。これ分かりますでしょうかね。これ線、ドアのとこ線が入ってるのはそのですね、そうなってます。これを。これ使いました。これ墨入れ使ってます。でこれ先頭車なんですが、これ以前中古で買ったっていうものなんですが、こちらこれだけですね、グリーンマックスのエボリューションシリーズのを使ってます。なぜ色がですね、まあ、ちょうど同じなんですよ。というので、それ使ってました。使いました。エボリューションシリーズに関しては前から持ってたものを使ってます。そしてですね、で、こちら、もともとの方なんですが、先頭車なんですが、これちょっと GM のエボリューションシリーズで前に使ってたもの余ってのを使ってます。JR の使ってます。ちょっとJR のマークがちょっと大きかったり、これ側面用と、これ、ちょっと、これ前面用、こちら、こちらも側面用、こっち側面用、こっちもまた、ちっちゃい側面用なんですが、それしかなかったので、やってますね。その辺ご了承ください。あと、もう一つの方が、これじゃあ、15両編成用としてなんですが、はい。すみません、これ片手でやってますから。
これもあと元々のパッケージの箱を切ってやってます。こちらも同じくですねやってます。これはまあ説明書も入れてます。であとこちらもですね同じようにしてますね。これはちょうど足りてたんで JR の方が足りてたんでちょっとこれつけてます。これも同じようにやってますね。GM のを使ってます。まあ、こんな感じで、こういう感じですね。15両やってみました。施ししました。まあ、次動画アップするときはレイアウトレンタルレイアウトで走らせてる動画をアップしますね。またお楽しみに。この動画をご覧の皆さん、前回の動画からまた日が経ってると思うんですが、今、長町仙台長ザンモール仙台長町店の、ボボンデッタさんの方で、こちらを走行します。ちなみに隣がですね前から持っていた常磐線の103系の軽運転車です。 GM のレボリューションで組み立てて色の違う、あ、ブレてこちらですね、GM の103系こちらがこれまでレビューし続けてきた常磐線のエメラルドグリーンの103系の軽運転車です。こちらの走行で、今回の動画エンディングとしたいと思います。